私たちは火星から来ました火星人です。心だけで生きているので体はありません。この建物を体としてお借りしています。かれこれ60年、この街を見てきました。電柱に登るおてんば娘、道路でゴム飛びする女の子たち、材木置き場に作った秘密基地、ここで話した恋バナは私たちに筒抜け、筒抜け。緑親衛会が発足したのは40年前。その頃からこの町に暮らす女の子たちも夢に向かったな。小学生の同級生の男子が今は常連だけど、女子の方が飲みます。断然飲みます。この町の子供たちにとって夜は明るく、そして暗い。街の暗闇を彩るネオン、いろんな店から漏れ聞こえる笑い声、そのすべてを子守歌にして子供たちはぐっすり眠る。賑やかな喧騒に包まれて大人や私たち火星人に守られて、子供たちはすくすく育つ。私たちのお迎えに三角形の防火用水、防火用水。5年前の大きな地震を教訓にして、この町を守るために設けました。設けました。だけど、実はそれだけではない。防災だけではない。三角形というその形、その形には意味がある。あの形のおかげで、この町にはいろいろな星の宇宙人がやってきて、この町の飲み屋さんで働ける。私たち火星人が施した緑親衛会と宇宙を結ぶための仕掛け、その秘密が隠されています。え、ちょっと待って、それ話す？話しちゃう？そこはもったいぶった方がよくない？そっか、その秘密はしかし隠されたまま、どうしても知りたければこの町のどこかにある掲示板を探しなさい、探しなさい。それでは皆様ごきげんよう。ごきげんよう。